持ちのいい朝だね。東郷さんフットワークが機敏になったから朝起きがはかどるな。ゆうなちゃんにはいっぱい助けてもらったから少しでもお返ししないとね。いやー、昔も今も私が助けられっぱなしだよ。ゆうなちゃん、体の具合大丈夫？うん、時々クラッとするけど全然平気。変化があればすぐ言ってね。悩んだら相談よ、ゆうなちゃん。うん、東郷さんもね、悩んだら相談。はい。どうしたの、ゆうなちゃん。東郷さん、私より背が高いからなんだか時々ドキッとするんだよね。立って並んだ時の目線が斬新っていうか。わかるわ、私も時々ドキッとするもの。おお、なんだろう。大社の印がついた車。こんにちは、二人とも。じゃじゃじゃーん、乃木さんちの園子です。今日から同じクラスだよ、よろしくね。そのっち、どうしたの、ボケっとして。へいへい、わっしー、その子だよ。驚いてる驚いてる、サプライズは成功。転入初日にいきなり寝てるとか、本物のそのっちね。え、どうなってんのよこれ。やっぱりかりんちゃんも知らなかったんだ。東郷さんも聞いてないんだって。それにしても美人よね、お人形さんみたいな。だって小学校はあの真珠館でしょ、お嬢様だよ。というか東郷さんも真珠館だったのね。雰囲気あると思った。勇者部入部希望の乃木園子です。2年前大橋の方で勇者やってました。みんな改めてよろしくお願いします。リハビリが済んである程度は動けるようになったから通学することになったんだ。なら三州中学を希望するしかないよね。またそのっちと勉強できるなんて。授業中に居眠りしたら注意してね。しないように気をつけないとダメよ。東郷がいつもより真面目だ。ですよね。でもそんな東郷さんもとっても素敵。ゆうなちゃんってば。わっしーは相変わらずモテるな。なんだか小説の創作意欲が湧いてきた。偉大な仙台勇者を歓迎します。乃木さん、乃木とか園子とかでいいですよ部長。おお、早くも部長と呼んでくれるなんて。誰かさんとは違うわ。誰かさんって私のこと。三好さん、お兄さんとは何度も会ったよ。兄がお世話になりまして。敬語じゃなくていいよ、同級生なんだから。私もニボッシーって呼ぶから。誰それ教えたのは。そりゃ東郷でしょ。にしても乃木か、あえての名字呼びがしっくりきそうね。だって東郷がいるわけだし、
乃木と東郷とかなんだかかっこいいわ。確かに似てるとこあるね、皆さんに。懺悔した時も自分より私のことを心配してくれていたって、そういうところも似てるわ。騒ぐな、ふう。いつきに失礼でしょ、それって。こうして妹は大きくなっていくのね。よよよよ。よろしく。乃木園子だよ。いっつん。いっつん。そのっちは変なあだ名をつけるのよ。いいじゃない。いっつん。もしくはいつきちとかいつえもん。とか、いっつんでぜひお願いします。ゆうなちゃんはゆうゆかな。あ、素敵。じゃあ私はそのちゃんとか。おお、それでお願い。うん。ゆうなさんとその子さん息合ってますね。でも乃木は勉強大丈夫なの？ずっと学校からは遠ざかっていたんでしょ？数週間で取り戻しますので大丈夫です、部長。取り戻せるもんなんだ、すごいわね。取り戻せちゃいますね、そのっちならね。そのっち、うわー。乃木どうしたの？うわー。乃木大丈夫です、風先輩。ぼーっとしているだけです。そのっち、そのっち。おぉ、わっしー。ちょっと考え事。ほら、三州中学って昇降口で魚飼ってるじゃない。あの魚たちと会話できたら面白いだろうなって。そこ知れないものを感じるわ。さすが先代勇者。ここでは新入りですから頑張ります。えいえいおー。何でも聞いてね、そのちゃん。ゆうゆう。そのちゃん。ゆうゆう。そのちゃん。こりゃまた濃い新人が入ったわ。ずいぶんゆうなと波長合ってるわ。どうしたの、かりんちゃん。別に、なんでもない。よし、今日は亀屋で歓迎会よ。うどんですよね、部長。もち、部員が一人増えたから店員さんも喜ぶわ。やったー、うどんだ。さんの所作は東郷先輩に匹敵する優雅さです。うどんを食べている日常風景がここまで絵になるなんてすごいよね。その子は。うんうん、その呼び方でお願いね、煮干し。その子は家どこから通ってるの？駅の近くのマンションを大社が借りてくれたんだよ。そこに住む感じになるね。実家は大橋の方なんですもんね。一人暮らしになるんですか？お手伝いさんが来てくれるから大丈夫。大社に働いてる人だね。そのっちは供物が帰ってきたからもう祀られているわけじゃないんでしょ？それでも家が家だし、勇者素質ありなわけだし、とてもよくしてくれるよ。乃木は大社内部でも最高の格を持つ家だものね。だから基本は自動車で通学だね。お嬢様だわ。なるほど。大社から何か私たちにメッセージとかある？今まで通りに生活をと。そうよね。
私にも彼にもそんな感じよ。ま、今それを考えていても仕方ないか。溜まってる依頼を片付けないとですね。園子は何が得意なの？もし私は何が得意なの？芸術方面に強いと思うわ。ただとんがっていて、それが一般的に通じるかはわからないけど。私タイプか。違うと思うよ。そういえば園ちゃんの精霊って何だったの？ガラス天狗だよ。あとバクとか枕返しとかいろいろいたね。どうやら人型は私のヨシテルだけだったよね。けどおめユーナちゃん、それ似てる。甘やかしすぎだろ。ふう、模範演舞見せてあげなさい。唐突な振りを。諸行無行。お姉ちゃん結構似てるよ。いつきも甘いわ。和であればあるほど落ち着くのよ。お姉ちゃん、どうしたの？ん？このお皿、もう必要ないかなって。どうしたの急に？さっき精霊の話が出てきてね、なんだか思い出しちゃった。捨てられないのよね、このお皿。供物にされるのは冗談じゃないけど、精霊たちは私たちを守っていただけなんだよね。仲良かったもんね、お姉ちゃんと犬神。多分一番仲良しペアだったんじゃない？これから寒くなる時にあのモフモフはいい仕事しそうなんだけどな。戻ってきて欲しくはないけど、寂しいって複雑だわ。お姉ちゃん、私そんなにモフモフしてないけど、寒い時に温めるぐらいならできるよ。ありがとう、いつき。お、背少し伸びた？呼びがかかるかわからないわ。かりんちゃーん。ユーナ。あ、今度は受け止めてあげたわよ。ありがとう。ちょっと立ちくらみ。また気をつけなさいよ、もう。ねえ、今日かりんちゃんの家に遊びに行っていい？明日お休みだしさ。しょうないわね。結城ユーナは勇者で